こんにちは、サラです。お久しぶりの投稿になってしまったんですけど、最後の動画を出して皆さんいろいろ心配の声をコメント欄に書いてくださって本当にありがとうございます。もうおかげさまで次の日には仕事も行けて、まあ痛みはちょっとあったんですけど、仕事に行けてもう今は完全に復活してるので大丈夫です。で、昨日ですね、大学病院に行ってきました。昨日の病院の内容は、検査結果と今後の治療方針についてどうするかという内容のものです。で、そうですね、前回検査したのはですね、頭の皮表を切り抜いて、生体検査に出して、毛包といって髪の毛が生えてくるのがあるかないかで、このステロイドパルス治療、ステロイドパルス療法をできるかできないかっていう判断だったんですけど、あと血液検査ですね。検査結果がちょっと届いてるので、届いてるんじゃない、昨日いただいたので、ちょっとお話ししていきたいと思います。もう書いてある通りに読みますね。まず、頭皮皮膚生体検体、水弾図、なんかよくわかんないので、こんな感じで見えますか？ちょっと詳しく見たい方は止めてみてください。こんな感じで書かれてました。まあ読んでも正直私全くわからないんですけど、この先生のお話によると、やっぱりこの毛包があるのにもかかわらず毛が生えてこないっていうのは自己免疫疾患、この毛根を攻撃してしまって体の免疫が強すぎて攻撃してしまって髪の毛を生えてくるのを止めている、邪魔をしているっていうことが、これが自己免疫疾患っていうものらしくて、でこの自己免疫疾患が、そうですね、自己免疫疾患であるのかどうかっていう検査結果だったんですけど、先生の話によると、自己免疫疾患っていうと自己免疫疾患みたいです。その要因もあるみたいなんですけど、ちょっとですね、私の場合は小学校5年生の頃からだから、ちょっと長期的に脱毛症が進行してきてる、だんだんと慢性的に進行してきているんですね。なので、そうですね、今現在強く炎症が起きて自己免疫疾患も急に髪の毛が抜けているっていう場合にステロイドパルス療法っていうのはすごくいいみたいなんです。ただですね、そうでないので、私はもう長期にわたってなので、これをやったからといって治るとも治らないとも言えない、治らない可能性が高いっていう話になったんですね。そうするとちょっとやるのにはリスクが高いっていう話になって、なぜリスクが高くなるかというと、免疫療法なので、ステロイドパルス治療療法っていうのは自分の持ってる免疫をぐんと点滴で下げるんですね。無理やり下げます。この短期間で下げるんですよ。なので自分の免疫が働かないっていうことは、やっぱ皆さんよく言うじゃないですか、免疫力高めようとか。その免疫をぐんと下げるので、まあ、変な話、何かに感染しやすい、というか、っていう感じらしいんですよ。それで、そのリスクを背負うよりかは、ちょっと別の治療法があって、なんて読むのかわかんないんですけど、なんかサドベ療法みたいな、SADVE? わかんないんですけど、まあ、こんな感じの療法、治療名があって、話を聞くと、わざと皮膚をかぶれさせるものらしいんですね。で、わざと皮膚を、被らせるっていう治療を、被らすみたいなのを週に1回通院でちょっとやってみようってなったんですよ。でも私、お仕事の関係もあって、ちょっと週に1回休めるかはわかんなくて、今日相談に行ったら、大丈夫だよっていうことになったんですけど、そう、それで、週に1回、来週から通うことになりました。で、それで、今ですね、ちょっと試しで、点滴終わったと違う、採血とか終わった後って、なんか、シールみたいなの貼るじゃないですか。それに、かぶれさせる液体を塗って、昨日から
貼ってます。でそれから今日の夜まではお風呂に入っちゃダメなんですけど、まあ、昨日病院行く前にお風呂入ってたのでよかったんですけど、もう今貼ってます。で私は全然痒みを感じなくて、なんか痒いのかもって思ったら痒い気もするし、痒くないのかもって思ったら全然痒くない気もする感じで、なんかよくわかんないんですけど、またこの結果を、この結果というかこの痒いのか痒いのかわからないっていうことを来週またお伝えするんですけど、週に1回の通院になりました。そして先生が言うには、このなんだろう、生体検査をして毛包があるないで言ったら、あるけどないみたいなあるけどないっていうか、あるのはあるんだけどっていう感じで、ただ私の場合はその毛包があるないの自己免疫疾患以外の要因も考えられるっていうことをお話ししたんですね。例えばストレスだとか、まあストレスと自己免疫疾患って直接的な関係っていうのはないんですよ。ストレスと脱毛症かっていう、そうですね、直接的な関係性はあまり科学的に証明されていないって言われているんですね。ただこういった、食生活だったり生活習慣だったり、このストレスだったりっていう要因も考えられる。でも私の場合慢性的なので何が何だかわからないんですよ、私も。であまりストレスをストレスって感じない性格で、何が自分の負担になっているかっていうのもあんまりわからない性格なんですよ。だからもしかしたら知らず知らず自分が気づかないうちにどんどんストレスを溜めてしまって、こう長期的になっているのかなっていう感じはします。で食生活だとか生活習慣っていうのもあったんですけど、私寝るの大好きで、すっごい寝るし、ご飯もいっぱい食べるんですよ。ご飯もいっぱい食べるし、なんかそう栄養が偏ってるような食事をしてるっていうわけではないと思うんですね。ちゃんとご飯も食べてます。なのでなんだろうっていう感じなんですけど、まあ、知らず知らずの間にストレスを抱えてしまっているのかなっていうお話だったんですけど、はい。それでちょっと週に1回の通院でこの皮膚をわざとかぶれさせるっていう治療をします。とりあえず3ヶ月をやってみて、これでどうするか決めるっていう感じでした。で、今、セファランチンとグリチロンっていう錠剤のお薬を飲んでいるんですけど、この2つはもう飲み切りでストップしましょうっていう話になりました。なぜかというと、これ結構長い間飲み続けてたんですけど、あまり効果がないってことで、そうですね。もうこれはストップしようと思う。っていうお話になりました。で、私が今つけてるこのウィッグなんですけど、ウィッグも治療の一つと、周りからの気に、なんだろう、目線が気にならないだとか、自分にとっての精神負担っていうのが、精神的負担っていうのがぐんと下げるものなので、これも治療法の一つなので、ウィッグとこのかぶせさせる治療と、あと一つ先生がやってほしいっていうおっしゃってたのは、ミノキシジルっていう塗り薬、これは局所免疫療法なんですけど、塗り薬のもので、これが一番効果があるみたいなんですよ。ただ保険が効かないので、一つだいたい5000円ぐらいするみたいです。で、どのぐらいでなくなるんですかって聞くと、2週間から1ヶ月っておっしゃってて、まあ、月5000円かってなると、ちょっと私も迷うところはあります。そこまでして治そうって思うかなっていうと、っていう感じなので、まずはこのかぶれさせるものをやってみて、それでもちょっとなんだろう、よくならないなっていう場合だったら、ミノキシジルの塗り薬もやってみようかなって自分の中では考えてます。で、皆さん視聴者さんはウィッグをつけていたりだとか、この免疫療法だったりだとか、いろいろやってる方も中にはいらっしゃると思うので、自分はどういった治療をやりましたよだとか、この私が今からやろうとしてる皮膚をかぶれさせる治療でどんな感じだったよとか、そういう体験談があると、すごく私も見たいし、多分視聴者さんもみんな気になってると思うので、ぜひコメント欄に書いてほしいです。お願いします。で、仕事はまあ1日減っちゃうんですけど、週に1回ちょっと減っちゃうんですけど、そ
それはちょっと自分の中で心が痛いところなので、やっぱ病院に通う以上お金も必要になってくるので、まあ、他のところネイルチップ販売だったり、最近はアクセサリー販売だったりを始めているので、そこでちょっと補って治療費というものをちょっと考えないといけないなって思ってます。なのでそうですね、まあ、宣伝みたいにはなるんですけど、ぜひ私のインスタグラムチェックしていただく とそういったものだったりだとかあるので、私ですね、このなんだろう、皆様が購入してくださったお金を使ってウィッグを買ったり、そのウィッグを買ってレビューしたりなどをしていこうって考えているので、ぜひ皆さんよかったら見てみてくださいっていう感じで、今日の動画はここまでで終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた来週病院行って、ちょくちょくこんな感じで動画今の状態どうなってるかとかを投稿できたらなって思ってるので、ぜひチェックとチャンネル登録の方お願いします。じゃあ今日はこの辺で終わります。バイバーイ。